ュンギュンさせてフィッシング。ほら、今回はね、千葉県の富津港に来ました。でね、つぬけがね、つぬけチャンスがね、すごいある風釣りができるね、釣りでございます。まあ、頭の方はね、まあ、つぬけしまくりなんですが、どうなることでしょう。私の守護神、抜け神様、全体の名前の、ササビリーということでね、今回はね、マルキュー的動画です。千葉県富津港ですね。平野丸さんにやってきました。ターゲットは、小サイフグ。で、準備乗船編ってことなので、とりあえず準備ね。準備はね、平野丸さんホームページにね、これはこんな感じでね、検索していくと、仕掛けがね、仕掛けとか、重り書いてあります。ぜひね、概要欄に、ね、ホームページ貼っとくんで、参考にしてみてください。で、あとはね、仕掛けは、船宿さんでね、売ってるんで、買いたいと思います。こんな感じの仕掛けです。はい。で、もちろんね、持っていくアイテムがあります。エビで釣るんで、餌持ちよくするためにね、ちょっとキュッと締めるためにね、エビシャキをね、持っていきたいと思います。で、あとね、ちょっとね、牡蠣の味をね、混ぜ込んでやろうかなと思って、旨味パワーの牡蠣、これをね、持ってきました。ということで、ここまでのね、経路もご紹介したいと思います。どうぞ。ということでね、わかりました。駐車場も目の前でね、すごくわかりやすい船宿さんです。まあね、とりあえず早くね、皆さん釣りの方見たいと思うんでね、早速行ってきたいと思います。富津港、平野丸さん、小サイフグ釣りに行ってき、マルキュー。キュンキュン。どうぞ。早いったらね、すぐポイント通過しちゃいますんでね、最初のところにすぐ下ろしてもらって、できれば手前の方、手前の方に、ね、下切れた方がいいと思います。当たる当たるけど、乗らない。めっちゃ当たるよ。ほら、すごい、全部だよ。ああ、当たる。すげえ当たるな。
ということでね、準備乗船編終了しました。いやー、熱海すげえ。カキパウダー、アミノ酸アルファ効いたみたいですね。フェロモンが出てたんですかね。熱海はすごかった、熱海は。というわけでね、残念ながら終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。実況編楽しみにしてください。チャオ。